はい、こんにちは、さかなえです。今日はですね、iOS13 の新機能、Apple でサインというのをちょっとやってみたいと思います。こちらがですね、Apple の方のサイトなんですけども、Apple でサインの使い方ということをですね、説明しております。要するにですね、何か新しいウェブサイトにですね、ログインしようとしたときに、よく Google でサインとか Facebook でサインっていうのが出ると思います。まあ、それと同じようなものなんですけども、Apple がですね、今回の発表会でですね、これをやりますということで追加になった機能です。これでですね、Apple サインのボタンっていうのがですね、まあ、こんなマークらしいんですけども、これがですね、まあ、全部に今対応しているわけではないらしいんですけども、このですね、サインのApple でサインというですね、ものが出てきた場合はですね、それを使えるということです。Apple でサインボタンがですね、表示したりする場合はですね、そのアプリやウェブサイトにはこの機能に対応しているので、Apple ID を使ってですね、アカウントを設定し、サインできますと。それでソーシャルメディアのアカウントを使ったり、フォームに必要事項を記入して別のパスワードを新たに考えたりしなくても、Apple でサインボタンをタップして情報を確認するだけで簡単にサインできて、それでフェイス ID、タッチ ID ですね、あとはデバイスのパスコードですね、それによるですね、認証安全面も心配ありませんということで、まあ、これでサインした場合はですね、あとはこのフェイス ID とかですね、タッチ ID とかですね、あとパスコードですね、それでサインができるということです。でここで面白いのがですね、メール非公開というところがあると思うんですけども、メールがですね、Apple のプライベート、メールリレーサービスというのを使うとですね、ランダムなんですね、メールアドレス。例えば私が登録している、Apple に登録している、そのメールアドレスとは別にですね、適当なメールアドレスをですね、使ってですね、登録を Apple の方がしてですね、それでまあ向こうから情報が来た時には私の本当のメールアドレスにで受け取るということができるようなことが書いてあります。それでそれをですね、使うためにはですね、まあ、通販店認証っていうのがですね、ありますけれども、それがですね、有効になっているということ。あとはですね、iCloud ですね、それにサインしているということが必要みたいです。あとはこれですね、ここに書いてあるんですけども、Android、Windows にもですね、これは対応しているということになるみたいです。ではですね、実際にですね、やってみたいと思います。はい、ではやってみたいと思います。こちらのですね、格安航空券とか、ホテルですね、の予約というか、それを見つけるですね、サイトがありました。これがですね、開きますと、こんな感じでですね、Apple にサインという表示が出てきます。まあ、これが出たですね、サイトに関しては、この Apple の方でサインができるということです。で、やってみます。そうしますと、ここですね、Apple ID、素早く簡単にサインできます。すでにお待ちの Apple ID でアプリやウェブサイトにサインできますと。あと、プライバシーを守りますと。アプリが要求できるのは、名前とメールアドレスだけだと。Apple は決してあなたのことを追跡しませんと。で、メールアドレスを非公開できます。メールアドレスを公開せずに、アプリからのメッセージを受け取ることができますと。まあ、これが非常にいいと思うんですけども。では、続ける。そうしますとですね、これですね、自分の、この Apple ID を使用して、このアカウントを作成してくださいと。ここのですね、一番下、メールを共有、メールを非公開としてあるんですけども、このメールを非公開でやるとですね、そこの、登録したですね、登録するアプリの方に登録するメールというのは、まあ、Apple の方が適当なメールというか、それを作ってくれて、登録してくれて、まあ、そこからのメールとか来た場合にはですね、こちらの私の Gmail の方に、転送してくれるという感じみたいです。で、ここをやって、その後はタッチ ID で、続ける、もしくは新しい iPhone の方は Face ID ですね、リアルということです。それ完了。おお、こんな感じですぐできるんですね。これでサインが完了。
それで許可、それでそうしますとですね、今登録したということがですね、私の方の Gmail に来ました。おそらくこの登録したですね、メールというのは Gmail ではないんでしょうけども、こんな感じで登録ができました。お、簡単ですね。試しにですね、これ一度削除してですね、またログインする感じにしてみます。それ今一度削除して、もう一度ダウンロードしましたので、ちょっとこれをね、開いてみましょう。で、ここでですね、こんな感じで、サインがすぐですね、指紋認証でできました。はい、ということでですね、今日はですね、この Apple にサインというのをやってみました。まあ、一番いいのはね、その登録するアプリの方にですね、自分の本当のメールアドレスを登録するのではなくてですね、Apple ので考えた、まあ、ランダムなメールアドレスで登録できるのがすごいいいんじゃないかと思いました。ということでですね、この動画いいと思いましたら、このいいねボタンでですね、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。